陸上競技どうでした？可もなく不可もなく。中島さんはかなり不可女子 100m 決勝大会で新記録11秒90。はい、すごい。 10m1秒、速い。もうちゃんと使って代々木清人館長に教えてもらったんですけど、ザマミ選手に教えてもらいたい。怒られますよ。本当に上手です。あれ、おすすめします。本当ですか？なんか私サンライズタウンスポーツ&フードチャンネル。このチャンネルは沖縄の東海岸エリアをスポーツと食で盛り上げていこうというチャンネルでございます。番組ナビゲーターの山内ゆり子です。よろしくお願いします。さあ、そしてもう一方、この番組のご意見番、沖縄サンライズタウンプロジェクトのプロデューサー中島昇さんです。はい、中島です。よろしくお願いします。最初に聞きたいんですけど、はい、小学校とか中学校の時に陸上競技どうでした？はい、いや、私ね、可もなく不可もなくな感じでした。中島さんは？僕ね、かなり不可小学校のね、持久走大会ってあるでしょ。 あれでビリになっちゃってですね。逆にすごい。すごいでしょ。なかなかビリになれないでしょ。かっこいいですよ。そうですよね。はい、陸上競技ってできる人ってかっこいいです、ね、かっこいい。もうすごい尊敬してるんです。なんかまた美しいじゃないですか。そうなんですよ。そうなんですよ、この陸上競技のなんかこの極意っていうのを聞いてみたいなと思います。いす、ね、はい、そんなもう、はい、今日はゲストをお呼びしてますね。はい、ご紹介いたしましょう。本日のゲストはこの方です。女子スプリンターのザマビーリナさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。やりとり聞いてました？はい、聞いてました沖縄県出身のリナさんということで、去年の7月ですよね、はい、あの沖縄陸上選手権の女子 100m 決勝大会で新記録を出した、はい、11秒90。はい、すごい。12秒切った。100m ですよ。そうですよ。ってことは10m1秒。そういう計算の仕方しますか？素人からしたら計算すると10m1秒で 10m 移動できちゃうっていう。はい、10m1秒って言う人なかなかいないんですけど50m を6秒とかですよね。ザマミさんを紹介しましょう。ザマミリナさんは宜野湾市のご出身で22歳、現在はアスリート工房にお勤め、所属でいらっしゃるということで、かのような福里さん、はい、もう沖縄では有名なアスリート集団が、そうそうそう、はい、実績がまたすごいじゃないですか。すごいです、ね、天皇杯、天皇杯、天皇陽杯、大学の全国大会で、はい、全カレって言われてるんですけど、はい、全国大会で8位入賞、決勝まで進みました。すごい。九州でも、うん、A の大会でも2位。2位ね。すごいですね。この第46回九州学生陸上競技選手権大会女子 100m 優勝ですよね。はい、これはあの九州大会で 100m 優勝した時の実績となってます、うん、でしかも資格取得を22歳であるにもかかわらず、すでに教員免許ですよね、教諭一種免許、中高の保健体育の免許も持っていて、ジュニアスポーツ指導員免許ももうすでに取得されているということで、はい、今ではまあ教えながら、はい、ご自身もアスリートとして活動されてるってことですよね、はい、何歳ぐらいからか始められたんですか？あの陸上部に入ったのは中学生の時で、球技とかが苦手なの で、あと両親が陸上してたってこともあって陸上部に入部しました。でも勝負とかは別にそんなんで、ただ走るのが好きってだけで。なんで走るのが好きなんでしょうねお腹痛くなりますし、まずお腹痛くなる。いろいろまあ短距離とかね、長距離とかいろいろあるじゃないですか。あります。その中でどうして今の分野にこう、陸上って言ったらちょっと花形である100メートルで勝負したいなっていうのが強くて、で100メートル絞って今に至ります。高校生ぐらいの時とかってタイムどれぐらいだったんですか？陸上がっつりってやってたわけではなかったので、それでも12秒3
3本指には入ってたので、県内ではいつも勝負はしてたんですけど、でもやっぱ全国とか九州で行ったら あんまり勝てなかったりとか。だから進化を続けてて、でだって自己ベスト出されたのが昨年ですよね、はいはい、11.90、はい、もうこのままだったら5メートルに10メートルに 0.5 秒ぐらいで移動しちゃうんじゃない、何言ってんでしょうちょっとそれは4月の国体の時の国体選考会で、はい、やっぱり12秒切ってらっしゃるんですけど、はい、でそのね今ちょっと動画があるんですけど、見てみましょう。すごいんですよこれがまた。この磯子選手っていうのは同じアスリート工房の、はい、副代表。あ、副代表。おー、すごい早い、ぶっちぎり、ぶっちぎりなんですよね。こんな差ついてるんですよ。なんて軽やかな足なんでしょう。この時は12秒、 12.02 か。でも全然余裕がある走りでしたね、うん、予選なのでアップの一環として走りました。まあ、アップとしてですよ、本気ではなかったです。次本気ですか。はい、次本気です。しっかり合わせて。やっぱりちょっと雰囲気違いますよね。うわ、早い。うわ、ほんと早い。どんどんスピードがついてるって。なんか全然体がぶれないですね。すごい。体幹トレーニングとかも。体幹が違うんです。はい。これ 11.93。素晴らしい。パチ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 、すごい。これ7月ですからね。はい、7月です、今年の。すごい。どんなトレーニング普段されてるんですか。陸上って言ったら走るだけと思うと思うんですけど、体幹トレーニングだったり、重りを持ったウエイトであったり、うん、でやっぱ日常生活でも結構タイムに影響してくるので、うん、もう24時間ずっと陸上のことを考えて生活みたいな。普段睡眠とかどれぐらい取られるの。最低7時間は絶対って形で取ってます。シーズン中とシーズンオフがあるんですけど、まあ、シーズンオフはあまり気にしないんですけど、こういう試合期の時は揚げ物控えたりとか、炭水化物も、まあ、あまり取ら試合の週では取らなかったり、甘いものをちょっと落とし控えたりとか。それはやっぱり脂肪になっちゃうから、はい、特に女子選手はつきやすいので肉が、そういうところちょっと意識しながら生活しないと。男性アスリートにね来ていただくことが多かったので、今日は女性アスリートということで、もう体の向きは違うもんね中島さんいない手で喋ってるみたいになって、もう性向きないじゃん。なんかこう女性アスリートならではの悩みとか、はい、こう取り組まなきゃいけないこととかってあるんですか。体重増加が一番気になりますし、特にホルモンのバランスもあります。ありますね。タイムにも結構影響が出たりする。なんかカレンダーと体調となんかにらめっこじゃないと、はい、そうなんです。もう計画大会がそこから始まりますよね。あれタンパク質はどうやって取ってるんですか。なんかプロテインで基本なんか取り終わるので、なんかそれ以外はもう普通に規則正しい食生活って形で。お水とか水分はどれぐらい取ったら。私は家に水素水があるので。これ水素水飲むと何が違うんですかね。疲労回復が早いっていうことで。僕も先週から飲まさせられ始めてですね。で僕何のために飲んでるかよく分かんないこれ何の水ですかみたいな水素水ですとか言って、なんかほらほらまだ若いからさ、はい、遊ぶこともいっぱいあるじゃないですか、うん、でもそういうことあんまりしないで、はい、そう競技を一生懸命やるのは、はい、楽しいからですか声が裏返りそうです。やっぱり応援してくれる方がいっぱいいるので、うん、やっぱ応援してくれてる分結果で恩返しはしたいと思ってます、うん、まあ、なんか心もトレーニングされてる感じが。なかなかね成果が出ないな僕は心のトレーニングを。心のトレーニングしたらメンタルトレーニングから。メンタルトレーニングとかもされるんですか。強くなりましたこのスポーツをして。結構私も弱かったんですけど、やっぱもう切り替えが結構大事だなと思って、うん、結果が悪くてももう逃げるんじゃなくて、もう自分と向き合って、でどこが悪かったとか見直して改善して、で次につなげようみたいな、うん、なんかレースに出る前に、はい、なんか必ずやってるルーティーンとかあるんですか。100m 走る自分の走ってるところをずっとイメージしてます。
ポーツでは結構大事になってくるイメージトレーニング。なるほどね、はい、心大事です陸上結構。陸上も心が大事なんですね、はい、絶対いける大丈夫って思ったら結果も良くなるし、気持ちだけで常にいいことを考えて、はい、これってでもやっぱりチーム競技ではない陸上ならではのこう究極に極めていける技術でもありますよね。何でしょう、競い合って、ね、誰が1位2位っていうのはあったとしても、うん、まずはどれだけ自分のを貫けるかっていう、うん、そっか、やっぱり孤独になったりしないんですか。いやならないです。やっぱ走ってる時練習一人なんですけど、やっぱチーム、私だって今アスリート工房さんがいるので、だから心強いっていうか、なんか一人ではないです。でも、あ、そっかそっか、もうね、すごいドラマティックな今多分スポーツ音楽が流れてますよなんか素敵じゃないですか。ね、でもアスリート工房ではご自身がアスリートとして活躍されてるだけじゃなくって、実は工房の社員として子どもたちのコーチをしたりもしてるんですよね。はい、じゃ最初補強を入れていきます。最初の補強は座ってかかとはつけた状態で少し体を倒して、手は自分の腰よりも後ろに地面タッチしていきます。ひねり方がある。で、これをこれはもう腹筋を鍛える。50回ひねり腹筋。ひねり腹筋。かっこいいですね、リナさん。中学生とか小学生ですか。あるいは中学生ですか。中学生、高校生、マスターズ。あ、そうか。学生以上。次は股関節周りをほぐす運動をしていきます。ハードルを使ってハードルを叩く。笑い芸人さん、人気芸人さん。この体、なんでここにこの体験の人がいるから。ゆりさんもマスターズ挑戦してますからね。しっかりポジション、自分の合ったポジションについてからまた行くようにしてください。またいで次の足クロスさせる人が出てきます。そうならないようにしっかり一旦足隣に揃えるようにしてください。しっかり腕もちゃんと使って股関節周りいろいろほぐすようにしてください。ずれるんですね、真下でちゃんと足を揃えるっていうのが基本なので。うわ、とっても細かい指導されてるんですね。教え方上手いかも、すごく。私今も、私も自分ランナーでも何でもないので食いついちゃって、うん、なんでこうなんですかとか、ね、理屈知りたくなっちゃったもん、ね、笑顔で朗らかで目がキラキラで、ねね、ついていきたくなりますね。そう、ほらいつもほらここに、ね、出てもらうヨギキヨト館長に教えてもらってますけど、本当はザマミ選手に教えてもらいたいぐらい。言っていいんですかそれ。そうなんです。怒られますよ。教えてて今どうですか、なんか手応えとか。子どもたちの成長を目の前で見れるのでとても楽しいです。そうだ、ザマミ選手に教えてもらったら速くなるんだって言ったら、またね、たくさんアスリート工房に入ってきて、アスリート工房が儲かるっていう仕組みですか。大人的な話。もう陸上はもうスポーツの基本の軸だと思ってるので、本当に陸上だけじゃなくて、ここでやったことを将来野球やりたい子、サッカーしたい子、バスケしたい子っていうふうにつなげていけたらいいなって思います。そうです。わー、子どもたちの夢の選択が広がりますね。楽しそうじゃないですか。はい、やっぱり楽しさって重要ですか。大事だと思います。楽しくしたら楽しく返すけど、厳しくやったらやっぱ萎縮しちゃうので、伸び伸びとさせたいっていうのは私は思います。わー、ザマミ選手に僕指導してもらいたい。ね、本当にザマミ選手、ねね、もうお母さんになってほしいぐらい。東海岸を、沖縄の東海岸をスポーツが健康で盛り上げようってことやってるんですよ。ぜひね、あれ与那原なんかでなんかないんですかね、そういう。11月にオープン予定のこの与那原コースが新しくオープンするので、はい、で曜日が木曜日と土曜日、はい、で5時半から始まります。5時半、朝の、あ、夕方の17時半からって言います。与那子浜公園、はいはい、陸上競技場で行うんですけど、ここの競技場が他の競技場と違ってとても開放的なので、すごく楽しくのびのびと。ちなみにそれは、募集はどういった方を募集しているんですか。小学生、ジュニアの子たちを今募集しています。で、幼稚園生も可能です。ぜひ皆さん
募集しているので、で10月から行ってみてはいかがでしょうか。まあ、そういった一般的なコース以外にもあるんですか。11月1日オープン予定 の、うん、あの児童発達支援フォーデーっていうのをオープンいたします。アスリート公募で、これは宜野湾市の方なんですけども、私も来月から陸上コーチで選手、うん、でここのフォーデーの方のスタッフとして活動していきます。これあフォーデーは夜中にはフォーデーはない。あ、ないです。あ、じゃあ会えないね。宜野湾まで行ってください。宜野湾まで行きますこれでもね、せっかくなんで、はい、ほらね、かも不可もなくでしょ、はい、僕不可なので、はい、日常でもなんかこう使えるというか、はい、体の動かし方っていうのを教えていただいてもいいですか。はい、じゃあやっぱ走るっていうのはないと思うので、陸上で大事にしている姿勢、目線、まあ、腕振りを、うん、教えできたらいいなと思います。で、日常のウォーキングとかジョギングでも、はい、生かしていけたらいいなって。ありがとうございます。じゃあ教えてもらいます。アスリート工房入ってないのに教えてもらいます、はい、ではお願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。我々一般人でもできる何か、はい、不可も不可もなく壁に持たれていただきます、はい、で壁がない人は手を後ろで組んでぐーって肩甲骨寄せるようにすると、はい、もう姿勢が手に胸張ってまっすぐになります。視線は若干見下ろす形で、あ、顎上げないんです。はい、歩いていきます、まっすぐ。わ、めっちゃ撮影伸びてる。はい、意識だけして右手と右足を何がちょっと応用編で、はい、少し姿勢まっすぐしたら、はい、ちょっと下腹のあたりにふって少し力を入れてあげて歩いたら歩きやすくなります。下半身だけじゃなくて、モデルみたいな、はい、確かになんかこう上半身もこうひゅってついてくる。そうです、上半身がここで支えてるので軸となって連動してしっかり歩きやすくなります。なるほど。ちょっと陸上アスリートっぽい腕振りとして、はい、手先は最初前に振るときは上に向いてる、はい、後ろに振るときは手は下を向いてる感じ。太鼓を叩くイメージでジョギングしていただいたら、ゆっくりゆっくり。なるほど、はい、もう猫背になると思った瞬間すぐこれをおすすめします。この姿勢まっすぐするの、はい、こうしてこれがグーってやって、あと下ろして、よくはもうまっすぐまっすぐなります。猫背が治ったら身長も 2,3 センチアップ。そうですか。なんか私最近伸びたかったって自分では思うぐらい、ぜひ、はい、陸上で走る上ではもう姿勢、目線、腕振り、あ、そう、目線ね、はい、これなんか膝は高く上げるとあんま関係ないですか。あ、歩く分には歩きながらこう格子になってしまう。これね、ライカもこれで歩いて帰る。二度見しちゃう。二度見したい。ありがとうございます。基礎の基礎を教えていただきました、ね、今回見た人とかで、ねえ、ね、今すぐできる、はい、ね、ウォーキングフォーでした。はい、ということで、なんかちょっとね、歩くじゃないや、走るのが早くなってね、なんかこう改めてやっぱりコツというか、そういうポイントはあるんだなってことがね、分かりましたけれども、こう速く走るためって何かそれこそコツとか才能とか、もう生まれ持ってその子には足の速い筋肉とちょっとまあ遅い筋肉ってあるんですけど、もう生まれながらにそれが決まってるんですよね。そこを伸ばすにはやっぱもう努力が必要なんですけども、これ両方ない人どうするんですかね。両方ないっていう場合はないんですよ。あ、そうなんですか、ね、間もあるんですよね。間も、はい、うん、陸上は結構真ん中ってよりは端っこに分かれちゃうので、なるほど、速いかゆっくり、ね、そうか、長距離か短距離かみたいな、はい、そうか、競技的にそうなるんですね。今後の夢なんかも教えてください。もうやっぱりアスリート工房さんで採用していただいたからには、私はもう県記録は絶対出したいって思ってます。で、県記録で出しながらも全国でも戦える強い選手になりたいです。で、やっぱり陸上のコーチという目線では子どもたちにこの走る楽しさ、体を動かす楽しさを教えながら、いろんなスポーツ行ってもしっかりなんか基礎ができてるから活躍してもらえたら嬉しいなって思います。ありがとうございます。
あれでもほら陸上選手って割と年齢が上でも、はい、ほら男子だから割とに20代後半とか時にこうスピード伸びたりとかする選手いるじゃないですか、はい、やっぱ外国選手も30代ですけどももうめちゃくちゃ速いので、じゃあ今22歳だからまだまだあと10年ぐらい伸びてほしいなって、ね、まだまだ伸びる、ね、本当だよ ね、 ね、可能性しかないと思います。可能性でね、ね、素晴らしい。自分で限界作らなければいくらでもいけるのかなと思います。かっこいい。自分で限界を作らなければどこまでもいける。なんか本当あのリナさんと話してるとなんかやる気が湧いてきますね。なんかね本当に ね勇気が湧いてくる。昨日まで落ち込んでたんですけど今元気だ。いやよかったもうリナさんありがとうございます。これからも活躍を期待しています。頑張ってください。ありがとうございます。はい、今日のゲストは女子スプリンターの座間味リナさんでした。ありがとうございました。さあでは続きましては沖縄東海岸エリアの美味しいお店のご紹介でございます。さあ今回はどのようなお店なんでしょうか。今回は与那原町伊田良敷っていう地域があって、そうですよ、海が見える、うん、海のすぐそばじゃないですか。そうそう、海沿いにこう道があって、でここで結構サーファーがたくさん来るんですよね、はい、へえ。いや僕も知らなかったんだけど、与那原って結構サーフィンのスポットなんですよ、はい、へえ。あ、今日も近所真由美さんですね、はい、近所真由美さん。うわ、なんかもうとってもおしゃれなカフェじゃん。ちょっとなんかウエストコーストみたいな感じでしょ。はい、あの赤バナーっていうお店なんですけど、こう可愛いんです、はい、赤バナーさんです、お店の名前は。そうそう、で、あのこうね、ちょっと手作りな感じがあって、なんかちょっとグアムとかハワイとかって感じでしょ。そんな雰囲気があります。そう、中入るとね、こんな可愛い感じ。これもやっぱ手作り感満載なわけですよ。なんかね、やっぱ可愛らしい作りで、まあ、いろんなこうあの仲間も協力してくれてやったらしいんですけど、メニューが色とあって、まあ、普通のねこういうタコライスとかありますけど、メニューもおしゃれです、ね、おしゃれおしゃれ。マルゲリータバケット、あの今回これをパイナップルポークのポークソーテープレートを注文したんです。パイナップルポーク美味しいですよね、うん、もう沖縄の誇るべきポーク。あ、やっぱりよく知ってますね。ですよね、さすが。美味しい。でこれ小林さんとここのオーナーを出して5番プレートで。あ、またね、もう何が嬉しいってポーク一口サイズが助かる。あ、そうだね、そう、大事大事。さっぱりして甘みがあって美味しいです。やっぱりね、さっぱりしてるんです。僕もちょっと食べましたけど、はい、あの見た目よりね、さっぱりした感じ。この豚は脂質糖質も、ヘルシーでダイエットをしてる方にもおすすめの豚となっております。ほら、小林さんはね、アスリートフードも作ってくれてて。あ、そうなんですね、うん、あのイベントの時も出したりしてるんですけど、はい、やっぱり健康とかそういうこと非常にダイエタリーで、だからポークのこの素材を選ぶのもパイナップルポークにして、よりヘルシーであまり脂肪分の多くないものをこうやってセレクトされてるんですね。いや、だからあれやっぱりパイナップルで育ってるからちょっとさっぱりした感じなんですかね。ちょっとなんか甘みもあるのかもしれないですね。行ったらどうですかって先に誘うと怒られるからさ行ってみたいと思います。与那原の伊田良敷。伊田良敷、はい、で目の前本当海で、僕行った時はちょっと曇ってたんだけど、はい、あのちょっと晴れてればサーフィンとか結構20人とか30人でやってるらしい。じゃあそのサーファーの方を見ながらお食事することもできると、本当ちょっとなんか旅行に行ったプチトリップみたいな気持ちになりますね。ハワイって感じでしょ、まあ、そんな、はい、感じで。いや、素敵なお店でした、ぜひ皆さんも行かれてみてください。さて、いかがでしたでしょうか。やっぱりね、残念ながら走るのが僕遅かったので、はい、でもね、こういう座間味選手みたいな人ともう幼稚園の時に出会えてたらね、人生大きく変わったかもしれない。いや、もう本当コーチの力は大きい。そうなんですよ、大変なんですから僕らの時代もうそれだけで一本番組が作れそうですね修行っていうか苦行ですよねでも沖縄って改めて本当に素敵なスポーツ選手アスリートが多いなと思います。優しい人が多いですよね、はい、今日もまたなんか本当にハートフルで笑顔も素敵で、そして努力家で素晴らしいアスリートにね登場いただきましたね。勉強になりましたね。なんか与那原の方でもね、こうやってね教えてるっていうことですからね、アスリート工房さんはぜひね、ぜひ参加、はい、まあ、僕も歩き方これからね、変わるはず、変わると思います、はい、今日の指導でね。私ももうつまずかなくなるつまずくんですか、そうよくねひねるんですよわかる
はい、ということで今回も視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録もお願いします。またご意見ご感想などありましたら概要欄の方にも、ご記入いただけたらと思います。はい、それではまた、はい、次回どんなアスリートが登場するでしょうか。そうですね、はい、お楽しみに、はい、またね、いいね押してください。